中島よしき、梶原ガクトのソニラジ。ガクトはどうですか、一番最初にこの作品のオファーをもらって、はい、企画書とかシナリオとかを読んだ時ことを覚えてますか？うん、いやなんかこれもすごく記憶にあって、うん、毎回このインタビュー受けるじゃないですか、はいはいはい、でその時に全然関係ないことなんですけど、うん、僕が結構良平さんとほぼ初対面みたいな感じで、うん、あ、そうなんだ、全然喋れなくて緊張するよね、大先輩だしね。いや、しかもその掛け合いで毎回撮ってるから、うんうん、これからもたくさん何回もこうお会いする機会あるってことで、だったんですけど、もうコミュ障っていうのもあるしマジで喋れなくて、インタビューも超たどたどしかったなっていうのを覚えてて、いやー、そうなんですか、大変だったなって。スタッフの皆さんも覚えてるみたいです、皆さんもね。そうですよね。なんか良平さんと喋ったこととか覚えてないの？いや、最初僕がストレッチしてたんですね、うん、やばいこれ体緊張で固まっちゃうと思ってストレッチしてたら、うん、家でやれよって言われてこの怒られてんのかどうか分かんないテンションのやつ怒ってないよ、良平さんはそんな、そうです、怒りませんけども、そんなか、冗談でね、うん、家でやってこいよって言われてそうっすよねって一番怖いじゃん、普段おとなしい人の大きい声って。確かにね、いきなり怒るとね、そう、怖いですよね。で、向こうの方ではなんか江口さんがめっちゃ大きい声出してるみたいな、はい、あそこは本当にリハの時から超面白くてごめんねしないごめんねしないあれがマジで面白くてなんだよ、ごめんねしてごめんねしないなんだよそれあそこ超面白かったっす、ね、2人とも楽しそうにやってたけどね、本当に面白かった。ごめんねしないも似てましたね。本当に？はい。いやーちょっとやっぱ弊社すごいな。弊社、皆さんそれが AT1 プロデュースでございますよ。すごすぎる。渋谷区富谷川にございます。本当に似てた？似てました似てました。なんだ。ほら似てるって言ってる。似てんなって。よかった。よかった。いいかどうか分かりませんけどね。竹内君もモノマネ上手ですからね。いやーそうっすよね。うん。からのお知らせです。なんだろう。はい、この後なんと。公式ツイッターでスペースという機能を使っておしゃべりちょっとだけしちゃいます。なんだって？あ、大丈夫こういうの、ね。ぜひこの東京カラーソニックチャンネルのチャンネル登録をして楽しみに待っててください。ここではですね、なんと新たなペアの発表をします。新たなペア？あ、だから。俺たちこのね2人で違うんです。あ、違うの。ちなみに僕たちは別ペアです。ハルヒとトアのペアではございません。なんで僕ら2人なんだっていうところですけどなんかいい感じだったらしいです、俺たちの、そうですね、ペア